始まりました。ダンサートーク、ダンサー好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びし、その方のダンサールーツ、成功談、失敗談、人生を深掘ることでですね、ぜひ後輩のダンサーの皆さんには参考にしていただいたりですね、結婚出産後のダンス人生を悩んでいる方はママダンサーの方も結構出られているチャンネルになりますので、ぜひいいなこのやり方って思ったらシェアしていただいて、楽しんでもらえたらいいなと思い続けてます。ダンス好きのチャンネルでございます。本日はお待たせしました、ゲストトークでございます。先月ちょっとねゲストトークを出せなかったので、今月はスペシャルな方をね呼んで、心よく出ていただけることになりましたので、もう早速呼んで楽しんでいただきたいと思います。本日のゲストダンサーはこの方です。ほい、本日のゲストダンサーは会長さんです。よろしくお願いします。やっぱね、外せばいいというか、いやいやいや、恐れ入ります。私からしたら本当にもう10代、20代にライブ DVD とか、プロモーションビデオ、歌番組とかもそうですけど、見るともう一緒にパフォーマンスしてらっしゃるイメージだと。テレビで言うとね、さんまたのの夢叶えたいスペシャルっていう番組がねあって、それでこう倖田來未さんのサクランボやりたいっていう女の子がいて、その子になんか振りをね教えてあげる先生で、会長さんが出てらして、あ、この人会長さんでいるのかっこいいと思って見てたのもすごい。あ、私の世代は一緒に。本当？そんなにした？でもあれ、なんか再放送も何回もやってて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。それでね、なんか再放送見たタイミングで連絡くれる人がすごいいた。そうそうそう、あの印象もあるし、だからすごいこうお会いするまではもうかっこいいステージの人っていうイメージがあったんですけど、初めてね会ったのが、私が実際にお会いしたのが、2011年の倖田來未さんのこうオープンオーディションの時に、はい、最終までね残った時に、はい、一緒にねこうパフォーマンスしたことがあって、 M ステのね多分キューティーハニーとかを踊ったと思うんですけど、その時にリハーサル室でもう いらっしゃった時は、だからもう心の中は会長さんだ。いやいや、私だけじゃなくてね現場全部がね、そうだとテレビで見てたダンサーさんとかがもういらっしゃると思って、もうテンションすごい爆上がりで。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。でも嬉しかった。あれなんかこうね、オーディションで新しく入ってくるメンバーがリハにこう来た時のあれ絶対緊張するよね毎回思うけど、初めて現場来るダンサーさんはみんなこれもう超緊張するだろうなっていつも思うしている一人でございました。なんだろう、こう、まあ、倖田來未さんを筆頭に、こう、皆さんがやっぱり、スタッフの人もプロフェッショナルなので、なんかそういう、こう、いい意味の、こう、ピリッとした空気感があるんですよね。いいものを作ろうっていうのが、皆さんのこうモチベーションが高い現場だなっていうのがあるので、ちょっと、落ち着いていかないとって思ってた中でも、やっぱ会長さんは、なんか自ら大丈夫フリー。そう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 。一緒にやろうかみたいなので、結構こうね、話しかけに来てくれて、喋ってもいいんですかみたいな、お伺いしてもいいんですかみたいなのをね、そういう空気を作ってくださる印象だったので。私だってあの時、私だって一番下だったから、現役というかその時の、はい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 、ダンサーの中では、一番下だからね、みんなと一番近い。安心感をもらいながら踊ってた。懐かしいね。あそこなんですよね。あそこでは初めて多分仕事して、最初で最後だったと思うんですよ、仕事しては。そこからお母様にね、なられて、今は。ね、はい、お子様のお母様になられて、これゆっくり喋るっていうのがずっとしたかったんですけど、コロナまでなかなか、はい、なので今日はね、楽しみにすごいしてたので、会長さんのその気になるダンサールーツをね、はい、聞いていきたいと思います。気になるそこ気になるかな。なんかね、深掘って聞いてる記事とかをあまり見かけないので、確かに確かに、ぜひぜひ聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。って言ったらいいんですか、ダンサー、ピラティストレーナーなんて言ったらいいんですか、ね、なんだろうね。あとね、実はね、セラピストというか施術もやっていて。え、そうなの。ダンサー、ピラティス、インストラクター、セラピスト
いや、もう。それも、でもまだね、細々とって感じだけど。そうなんです。社長さんの生まれというか、ご出身っていうのはどこなんですか？出身、千葉県です。千葉県？はい。じゃあ、都内は全然近いんですね。そうなんです。最初のうちは通ってましたね、実家から。まだダンススタジオってことですか？そう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 。ダンスを始めた時っていうのはその、うん、おいくつぐらい？本格的に始めたのは中学生、中3。へえ。周りが受験だって言って勉強をすごい始めた時期にダンスを始めて、一気に成績が落ちたっていうでもそうだ、そこで普通はっていうか、まあ全体的には一回こう好きなこととか部活休む時期に確かに確かに、どうしてそのダンスがそのアメリカンなの？そのアクターズに入ったのが中3だったんですよ。アクターズスクールっていうかの、沖縄のアクターズの全国版みたいな感じのアクターズインターナショナルっていうのが全国版やりますみたいなオーディションがあって、東京校ができるってなって、私はその2期生なんだけど、1期のオーディションには間に合わなくて、自分の気持ちがまとまるのと親への説得が間に合わなくて定期的にそこはオーディションをやってって2期生で入って、それを受けたのが中2の終わりぐらいかな。で、中3からそこに入ってしまったんですよね受かったんだ、じゃあ。でもね、それは、うん、まあ、うん、結構みんな受かったんじゃないかな、わかんないけど、でもそこのメンバーが今でももうずっと仲良くしてる感じ、そこでしょ。アクターズがじゃあもうそのダンス人生のもう本当にそう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 なんですね。じゃあ歌とかもやってた？歌もやってたやってた。もともとはダンスがすごい好きで、ダンサーになりたいっていう夢だったの。小学校6年生卒業アルバムではダンサーになりたいって書いてた。そうなんだけど、あの、目立ちたがり屋だから、そうなんですね。めちゃめちゃ目立ちたがり屋だから、バックダンサーっていうのがなんとなく、もうメインに立ちたいみたいなのが強くって。あ、バックじゃなくて。そう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 。私こそが。でも、歌は下手なの。歌は下手なの。伸びなかった。伸びて、そう、だからでもボイトレとかしたらなんとかなるかなって思っては見たけど、全然歌はもう話にならなかったので。そう。でもその当時のそのスクールアクターズの中で、あの、インストラクターをやっていらっしゃった先生のが他で教えてるスタジオに通うようになったのが、まあ高校生になってからって感じかな。その結構最初に習ってたジャンルとか先生っていうのはどういう人なんですか？もうそれもう今もずっとって、最近は子供産んでレッスンも行けなくなっちゃったけど、ジュンさんと私の師匠が、それこそ幸田さんの振り付けもやってらっしゃったんだけど、そうか、そうだから当時スピードマックスの振り付けをやってらっしゃったり、マックスのダンサーをやってらっしゃったノンさんっていう方、女性の方と、そう、 うわ東京って感じそうそう、だからもう本当に一番先生がもうスピードマックスの振り付け師、バックダンサーをやってらっしゃってる、そうマンキーさんとか、そう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 、 やってらっしゃってる方々にいきなり習った感じなんだよね。これちょっと私ね、今まで出ていただいたゲストさんもそうなんですけど、私含めやっぱ地方出身者なんですね。だからみんなからしたらテレビとかと雑誌、ダンサー雑誌とかでしか見たことないダンサーさんたちからも習ってたってことですよね。そう、いきなり。うわすごい環境。今思うと本当に恵まれてたなってすごい思う。うん、すごい先輩方ですね。そう。そこが始まりなんだ。そうなんです。で、その先生方が他で教えてるスタジオに、まあ、そのスクールを辞めてから行くようになって、ダンススタジオとかで行くようになって、こう高田さんとのお仕事の出会いっていうのは、はい、何が始めきっかけだったんですか？演出をなさってた正雄さんが、あ、マサオさん、はい、声かけてくださったのがあるんですけど、フェイスっていうね、ダンススタジオがあるんですけど、そこで私はそのジュンさん、ずっとお世話になってる、アクターズの時代からずっとお世話になってるジュンさんの、まあ、生徒でアシスタントみたいなこともやっていて、そこのスタジオってすごい自分の直接受けてる先生以外の先生方も割とこう他のクラスを目にかけてくれるっていうか、発表会とかがあると、そのオーディションナンバーっていうかオープニングとかがオーディションがあって、そのスタジオの生徒さん、どのクラス受けてる人でもいいんだけど、オーディション受けて受かった子たちでオープニングのナンバーとか
演出にちょっと絡む。ピックアップしてくれるんだよ。そうで、そこに行くとやっぱり自分が習ってる先生以外の人の振り付けがあったりとか、先生方もその演出にちょっと絡むから、オープニングにもしこうピックアップしてもらえさえすれば、うん、自分以外の先生にも、そう、普段習ってない先生にも見てもらえる機会があって、はいはいはい、で結構なんかこうバキアヤとしたフレンドリーなスタジオで、そう、でそこで当時マサオさん、ジャングルさん、シュンさん、うわそうみんな教えてたの、そうたる、そういっぱいみんな関わる機会というか、まあ、見ていただける機会があって、すごい、で新しいダンサーを入れようっていう話の時にマサオさんが、お前ちょっとビデオ撮りにエフェクトって声かけてくださって、そんな声言い方ちょっと似てるなごめんなさいマサオさん声かけてくださって、でまあそれがきっかけで、でそれはあの時と全く一緒、さやかちゃんが初めて現場に来た時と同じようなドキドキ感でそう一回イベントやらせてもらって、でもそれはその一回で終わったんだけど、そこから何ヶ月後かのそのフェイスっていうスタジオの発表会があって、その発表会はもう普通にそのジュンさんのナンバーと、まあ、あとミッタンさんのナンバーとかも来たな。なるほどナンバーいくつか出てっていう感じの発表会があり、それをなぜか久美さん本人が見に来たのダンス発表会、ダンス、そう、見に行くの、普通にダンススタジオの発表会を多分ね、ジャングルさんから誰かが声かけたって言ってたかな。アシスタさんがダンスの発表会見に来てくれるんですか。受けるでしょ、やばいそう、それだ、先生たちがやっぱり絡んでる、クビさんのダンサーやってる先生方が多かったのもあって、そうだったら見に来たりと、マサオさんなのかな、ジャングルさんなのかなが多分声かけて、そしたら、そう、その日行けるって言って、クビさんが見に来てくれて、で、私はだから1回絡んだことがあるけれども、がっつり、あの、半年前お世話になりましたみたいな感じでちょこっと楽屋で挨拶させてもらって、あーみたいな、あ、出るやーみたいな感じで、その発表会をご覧になって、はい、まあ、そう、終わってから会うタイミングなかったんだけど、はい、その日に正雄さんが、あの、もう一回一緒に踊りたいって言ってるよって言ってくれて、そこからいいんだ、そうそんなことあるって感じでしょ、すごい、しかも発表会だからねそうですよね、ダンサーとしたらもう毎年あるものというかね、修行のために出てる感じですけど、を見てくれて、お声掛けがそこから来たんだ。あれだった時、ことで。そこからもこうレギュラーとしてこう出る機会がどんどん増えていったってことですか。そうです。そうなんですね。反響が羨ましすぎて。ね、本当になんか。今自分で喋りながら、確かに恵まれてるよね。本当ですね。なったね。そう。出てくる名前が、そうですね、たまに私もその自分がちょっとこうお小遣いを貯めてバイトができるようになった高校生ぐらいから、うんうん、ちょっとお金貯めたら東京に夏休みとかにちょこちょこ来て、もうお金ないからもう漫画喫茶とかに泊まりながら、そういうダンスサル高田久美さんの渡辺さんの人とかのこうレッスンを受けに行ったら、そういう方がいらっしゃるとか、あとユージーさんが、はいはいはい、結構大阪にワークショップを、ね、定期的に来てくれてたんですよね。まあ、でも大阪に友人さんが来たら必ず受けることがあったんですけど、そう、やっぱり県をまたがないとやっぱレッスンが受けれない人たちばかりなので、地方の子からしたら、いいなと思いますけどね。いやいや、でも多くはそんな風にはなれないので、いやすごい巡り合わせを見ていただけたんです。あとね、そう、ダンスとそのパフォーマンスがすごいかっこいいっていうのは分かってたんですけど、うん、あのピラティスっていうのが、うん、あとの記事かインタビューかで読んだら、なんか怪我をされたのがきっかけでちょっとピラティスを学び始めたみたいな。それはなんか怪我っていうのはどういう。ダンスも人柄も素敵な会長さんを襲った怪我とは何だったんでしょうか。次回も見てな。あら。